ロリダ大のカグリオーンが2番投手で出場した大谷翔平2世として注目を浴びているフロリダ大の二刀流左腕ジャック・カグリオーン内野手が12日、日時間13日、シーズン最終戦となるケンタッキー対戦に2番投手で先発。6回1、3を投げ、2安打3失点、自責点1、3奪三振3四球で、勝敗はつかなかった。降板後は、指名打者として出場。4打数2安打、1四球。チームは、延長10回の末に5から7で敗れたが、カグリオーンが30試合連続安打を記録し、ファンは、ジャック・カグリオーンにカーテンコールを、などと二刀流を称えた。フロリダ大学野球部の公式 X、旧、ツイッターは、カグリオーンが痛烈なライト前ヒットを放ち、フロリダ大学の記録である30試合連続安打に、並んだと投稿。現在はナショナルズでプレイするジェイコブ・ヤング外野手が持っていた記録と肩を並べたという。注目の二刀流にファンは SNS 上に強打者だから歩かされたり勝負を避けれてきているからとても感心している。ゴート、最高、大学生がバリー・ボンズのような扱いを今までに見たことがない。君は素晴らしい選手だ。ゲーター、フロリダ大の愛称のレジェンドなどといった。称賛のコメントが相次いでいた。大注目のカグリオーンはこの試合を終えた時点で打率418、28塁打55打点、投手では5勝1敗、防御率 4.07 としている。フルカウント編集部。